京都駅は台湾高尾市京都区にある台湾鉄路管理局と高尾都市運の駅である。台湾鉄路管理局は縦貫線、高尾都市運は高線がそれぞれ乗り入れている。大鉄駅は三島駅であり、区間車のみが停車する。早雲駅の正式名称は京都下車端であり、2012年12月22日までは高線の終点であった。駅舎は自由通路を備える。 京城駅舎で、大鉄、都市運の改札口が別個にある。早運開通前に使用していた大鉄駅舎は、早運開通後に使用を停止した。短式、島式ホーム2面3線を持つ地上駅である。乗り場島式ホーム1面2線を持つ高架駅である。早運の駅で最も目立つのが入り口にある巨大な陶器製壁画である天候怪物であり。 台湾の著名な陶芸家である宿尿によって制作された。天候怪物は幅9メートル、高さ12メートルで1311辺の陶飯からなり、制作に用いられた糖度は70トンを超えた。乗り場場や運営出口1番出口は駅東側、2番出口は駅西側にあり、双方にバリアフリーのエレベーターがある。岡山、道だけ、台南方向の旅客が乗り換えるために、 早運開通後に、業績は1.83倍、休日で5.68倍に増加した。高落し運の優待運賃が終了すると、乗り換え客が減少すると見込まれるので大鉄は、対合列車の停車を取りやめて、区間会車を停車させることにしたが、現在は、区間会車も止まらず、区間車のみの停車となっている。大鉄駅の1日平均利用客数は2015年の、 統計資料によると2956人で、大鉄中77位。早運駅の1日平均利用客数は2017年4月の、統計資料によると4439人で、高落市運中26位。ありがとうございます。